どうも動画ご視聴いただきありがとうございます。中村凛です。皆さんは人を操作しようとするマニピュレーターってご存知ですか？彼らはいい人のふりをしながら本性を隠して近づいてきます。そして相手の弱点や弱みを握ったところで感情的に操作しようとしてきたり、ターゲットにした人を陥れたりします。このように関わると危険なマニピュレーターの性格を持っている人は、職場、近所、親戚や友達などどこにでも潜んでいるんですね。今日は人を操ろうとするマニピュレーターの特徴についてお話します。このチャンネルでは様々な状況において役立つ心理学の知識やテクニックを配信しています。また前向きな思考で物事を考える習慣やメンタルを強くするスキルを身につける方法などについてコーチングしています。別の動画でもナルシストの特徴や対処法などについて話しているので、今ナルシストの相手をして困っている方や対処法がわからないといった方は、ぜひ以前の動画もご覧になってください。カバートアグレッションやガスライティングについてもたくさん話しているので、このように検索していただけると探している動画がすぐに見つかります。このコンテンツが参考になった、役に立ったと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、シェアもよろしくお願いします。まずマニピュレーターは人を操ろうとするという特性を持っています。マニピュレーターは職場や親戚などどこにでもいて、最初はいい人のふりをしているので見抜くことが難しいんですね。彼らに操作されてほんまに精神的に疲れるという思いをしている方が多いと思います。まずマニピュレーターがどうして最初親切なふりをして近づいてくるのかという話なんですが、彼らは初めに相手の利用価値を測るために品定めをしていると言われています。この人は操作しやすいか、この人は自分のターゲットにふさわしいか、どのように利用できるか、この人物と付き合って自分の欲しいものがどれだけ手に入るかということをまず見極めます。彼らは自分の目的のために他人を利用して、そのためにはまずこの人に気に入られて自分に魅了させ注目してもらわないといけないという考えを持ちます。この人のことが好きだから気に入られようと行動をとるのこととはまた違って、マニピュレーターは悪知恵が働く人たちなんですね。彼らは自分の欲望のために他人を利用して、その人物を蹴落としてでも優位な立場に立ちたいという思考を持っています。では彼らはどのように人を操作し攻撃するのかということについてお話ししたいと思います。まず彼らと出会ってすぐは猫をかぶっていたり本性を隠しています。とても親切に接してくれたり、人が喜ぶお世辞を言って気に入られようとします。ターゲットはこの時、この人はなんていい人なんだろう、こんなに素敵な人に今まで出会ったことがない、こんなに特別扱いしてくれて私ってなんて幸せなんだろうと感じることが多いらしいです。時には相手が喜ぶプレゼントを渡したり、旅行に連れて行ってくれたり、たくさんデートをしてくれたり、お土産を渡してきたりなど、自分はこれだけあなたのことを気にかけているんだ、ということをターゲットにアピールします。もしマニピュレーターの上司だったら、最近頑張ってるね、遅くまで残業して偉いね、と褒めたり、ターゲットがどれだけ優秀で、どれだけ自分にとって使える部下なのか、周りに高く評価します。マニピュレーターの友達だったら、悩みや相談を聞いてくれたり、アドバイスをくれたりします。彼らが本性を見せるのは、出会って数ヶ月後など、仲良くなって距離が近くなってからと言われています。急に怒りを向けてきたり、優しかった上司が自分のミスを必要以上に指摘して、バカにするような発言をしたりすることもあります。これはどこやでも同じことが言えますが、悪くないことに対しても厳しく叱られたり、以前とは違う顔を見せます。
床屋の場合、しつけとはまた違い、子供を支配するためや自分のエゴのためなど、子供をコントロールするために怒りを使うと言われています。自分のことを棚に上げて、人の失敗などを責めます。でも自分はこれだけあなたのためにしてあげてるんだ。あなたのためを思って言っているんだ。ということを強調してきます。実際はそれは親のエゴだったり、例えば上司だったら高いプライドのせいなのに、ターゲットがおかしいように感じさせる態度をとってきます。マニピュレーターは罪悪感を使って相手の感情をコントロールするのがほんまに得意です。例えば、あなたのためにこんなに犠牲にしている。あなたのために時間をとってあげている。と言いながら、相手の言葉を気にかけているような言葉をかけてきますが、実際は常に自分中心です。彼らは罪悪感を使うと、相手の自尊心を下げれることを知っているので、相手をさりげなく遠回しに攻めて、ターゲットのメンタルを削ろうとしてきます。彼らはどうして間接的に攻撃するのかということなんですが、直接攻めたり、あからさまに悪口を言うことを避けることで、後から言い訳が効くんですね。例えば、彼らは仲いいふりをして、相手の値打ちを下げます。冗談を言ってターゲットをからかったりしますが、直接悪口を言わず、軽く侮辱するような言い方で馬鹿にしてきます。例えば、マニピュレーターは皮肉を言ってターゲットのことを軽く侮辱します。間接的または受動的に相手を攻撃することで、後でそれについて聞かれても、そんなつもりで言ったんじゃないよ。などをとぼけることができるんですね。彼らはこういった矛盾した行動をとって感情を操作します。マニピュレーターに操られた時に起こるターゲットのメンタルへの影響についてお話ししたいんですが、ターゲットは自尊心をなくし自己否定をしてしまいます。マニピュレーターはターゲットが言われたら嫌なことを計算して遠回しに言って自尊心を下げてくるので、自分はなんて無力なんだ。自分には価値がないんだ。と自分をかなり低く評価してしまいます。これがマニピュレーターが使う戦術なんですね。ではどうしてマニピュレーターがこういった行動をとるのかということなんですが、すべてはコントロールするためだと言われています。他人の感情や人間関係を自分の思い通りに操って自分の欲しいものを手に入れます。例えば職場だったら昇進することが目的で周りの人を操作して自分の味方につけることが多いです。また人に好かれるためだったり誰かを蹴落としてまで自分が優位な立場に立ちたいという欲望があるために人を操作し傷つけます。マニピュレーターにおいて面倒なのが、彼らは出会ってある程度仲いい関係になるまで本性を表さないんですね。むしろものすごく紳士だったり周りから人気があって親切で協力的な場合が多いです。マニピュレーターを見抜くことはほんまに難しいことですが、ちょっとでも異変に気づいたら少し距離をとって様子を見るなど早めに対策することが大事です。彼らの特徴や行動パターンを理解して適切な方法で対処することで自分がターゲットにされなくて済むかもしれません。まずはマニピュレーターの正体を見破って自己防衛を行うことで被害を受けることを避けることができます。はい、今日は人を操ろうとするマニピュレーターの特徴についてお話ししました。この動画が参考になった、共感したと思った方がいたらぜひ意見も聞きたいのでコメントお願いします。今後もこういった動画をどんどん配信していくのでチャンネル登録よろしくお願いします。通知設定をオンにしていただいたら最新動画をいち早くチェックできます。では次回の動画で。